どうも、サマダイです。それでは、三部作、最後のドットホラーストーリー、やっていこうと思います。ついに職場を辞めることを決意したプライス。グッドウィンさんの墓参りに行こうとしますが、ここから、どんな物語が展開されていくのか、早速、やっていこうと思います。ドットホラーストーリー、サマダイゲームズ、やっていく!行くんか。うわー、行くんか、なるほどね。これで行かなきゃあんないと。太いチェーンででっかい錠前。鍵がいるな。あー、なるほど。鍵が必要だと。あれじゃダメか。チェーンカッターじゃ。チェーンカッターじゃいけない。あ、こっちは?あ、行けんじゃん。あ、行けるところもあると。あ、でも多分さっきんとこだろうな。なんとなくだけどね。ここでさらにセーブができるようになってます。セーブしてく。さあ、じゃあね、行ってみましょう。グッドウィンさんの墓前に来たんだ。あれ?はっ!おー、びっくりした。普通に神父さんか?こんばんは。いい穴ですね。ありがとう。いい穴ですね。反対側に行きたいんですが。注意書き読まなかったの?今日はもう閉店。あとでまた来てくれ。あら。通り抜けダメ。あ、門のところに誰かいます。誰だ、あれ。誰か侵入しようとしている。騙されないぞ。今忙しいんだ。とっとと失せな。にょら、行かしてくれない。なんだろうね。そしたらば、ここは墓前に来たんだ。でも入れない。ああ、もう知らん。あ、入っちゃう。とりあえず入って何か、怖いな、あの人。荷物を漁らない方が良さそうだ。でも、グッドウィンさんの元に行かないと。よし、やるぞ。鍵を発見した。あ、これで、鍵で行くのか、向こうに。さあ、ちょっとね、そのゲットさせていただき、行きましょうというところで。はい。いやー、どうなんだろうな、これ。普通に行けるんか。はい。これだ。門は開いたけど、鍵が曲がっちゃってもう使えない。なんで?なんで?なんでそんなことになった?さあ、じゃあ、まあ、しょうがない。行ってしまいましょうか、このまま。グッドウィンさんのお墓はこの辺にあるんでしょうか。さあ、もう一遍行ってみる。めっちゃあるな。パート3まである。結構続くね、ここ。あれ誰だ?あ、でもさっきの人じゃないこれ。多分。ご本、火、すいません。驚かす気はなかったんです。でもあれ、どこかで会ったこと。あ、老人ホームで。どうしてこんなところに。夫に会いに来たんです。でも、墓地が閉まってて。はその程度で私を止められたとでも。無理よ。奥さん、だからと言って勝手に入っちゃ。落ち着いてください。バールをくれますか?いやよ。夫に会うまで絶対引かない。いいんですか?墓掘りに言いますよ。そんなことしたくありません。どうも気味悪い人でね。わかったわ。はい、じゃあ私は夜が明けるまで待つよ。ありがとうございます。待って、バールをゲットした。ちょっと待てよ。俺さ、今さ、バールしか持ってない状態で、できることってさ、限られてない?めちゃめちゃ限られてるよな。いや、ちょっと待て。大丈夫かな、これ。大丈夫なんかな?危ない匂いしかしないんだけど。危ない匂いしかしないんだけどさ、大丈夫かな?このバールで何するんだろうな。このバールでさ、本当は、鍵を開けるんかなとも思った時期があったけど、これは多分違う使い方があるような気がしてならないんですが、どうなんでしょうか。さあ、その状態でね、行きますけども、あー、だよな。絶対こっちだよな。セーブすっか、とりあえず。いや、何すんのかなー、バールでなー。見てください。侵入者から奪ったバールです。本当ですよ。侵入者?許すまじ。あーいやー大丈夫か?大丈夫か?大丈夫なんかこれ。バールを使ってもしょうがない。待て。このバール何すんの?もう一回戻んの?あっち?行きたくね。行きたくね。いや、絶対やばいでしょ、これ。あ、絶対やばい匂いしかしないもん。いやー、ちょっと待って。それを、教えて、私はね、そこに向かうんか。なるほど。なるほどね。どんな目にあってんだろうな。さっきの人。どんな目にあってんだろうか。ちょっと怖すぎだな、これは。ちょっと怖すぎますけど、まあそこにね、ちょっと行ってみましょうか。というところ。はい、来た。あ、別に何もないか。バール?
それダメだ。それダメだよね。それはダメだ。ああ、大目玉を食らってる。触らぬ神にたたりなし。どうすんだ、これ。さあ、でもこれで、いけるんか。あ、飛び越えられるんだ。ああ、なるほどね。バール必要なかったんだ。もう少し足が長ければ。あれ？足が長ければ。あれ？なんだろう？ダメだ。ここかな？バールを使うとこはないんだよな。はい。あ、バールでドアをこじ開けられるかも。開け、この、開いた。おー、やった。開いた。あ、これで後ろ行けるんだ。はいよ。後ろに来たけど。あ、待って、なんか行けんな、さらに。なんか行けるようになってる？あ、こっちになんか使うとこがある。バールは使えないけど、いろんなものがある。板。あ、やった、これでさ、これで渡れるようになるじゃん。ね。これで渡れんぞ。さあ、そしたらその板を持った状態で、ここを渡っていこうというところ、ね。長さ足りるかな？足りた。よっしゃ。さあ、じゃあ行ってみる。で、ここ入れんか。で、あー、またあるんだ。鍵。もう使えなくなってるから、一応そのまま向かってみて、はいよ。あれ？なんだ？大丈夫か？これ。大丈夫かな？俺はそこにいた。雨の中立ち尽くしていた。その瞬間、何かの存在を感じた。まるで、彼女がそこにいたかのような気配だった。説明が難しい。あら。なんだろうね。私のせいじゃないって言ってくれましたが、でも、やっぱりごめんなさい。よく知ってたわけじゃありませんが、あなたは立派な人でした。あなたが亡くなったと聞いて、目が覚めました。仕事を辞めます。どこにいるのかわかりませんが、無事を願います。きっと元気ですよね。ああ、忘れるとこでした。大したものじゃないけど。え？お土産。ああ、なんだこれ。光り輝く何か。死後の世界を照らしてくれることでしょう。ああ、なるほどね。安らかにお眠りください、グッドウィンさん。あら。これで、なんとか、墓参りは完結したと。バール使わなかったね。あのバールは何だったんだ？使ったっけ？あ、勇気を振り絞った。これで終わりにしよう。そうだ、さっきのバールあれに使ったわ。扉を破壊したんだ。こんな生き方じゃダメだ。そして私は上司に会いに行くことにした。仕事を辞めることを告げるために。来ました。あれ？いつもの感じじゃない。いつもの感じじゃないぞ。ウォーターサーバーとかいろいろある。本当になんかすげえとこだったな、これ。めっちゃなんか、綺麗。使いたいけど、公衆トイレは嫌いだ。めっちゃ綺麗だけどね、なんか。さあ、それでは、ウォーターサーバーとかいっぱいあるけど。これは何にもできなくなってる。何にもできないね。あ、給水器。まだ水は残ってる。飲まなくていいんか？さあ、あ、金庫？開いてる。ソルトシェイカー。ソルトシェイカーって何？今金庫に塩をまけば、数百年後には鉄は錆びてんのかな？あら？何それ？何それ？何それ？どういうことですか？きつく閉まってる。こっちもきつく閉まってる。あー、閉まってんね。これは？今コーヒーはいらない。これは少し塩を足して、ソルトシェイカーを使った。しょっぱい。なんだ？しょっぱくしたけど、なんで？意味あんのかなこれ。ソルトシェイカーでコーヒーをしょっぱくした。なんだろう。後々使うんかなこれ。セーブ。はいよ。このまま行ってみる。ここは？あ。待って、何も言わなくてよかった今の。お姉さんに。さあ、お姉さん？元気か、ジュニー。お元気そうですね、プライスさん。上の人たちを見たか？耳てない。どこにいるのか、知らないわ。え？なんで？どうした、どうした？ごめんなさい。何か連絡あったか？いえ、ありません。じゃあ、どこにいるか分かったら教えてくれ。わかりました。なんで、なんで、なんで、なんで？なんでそんな感じなの？ブルトン。ブルトンのオフィス。鳴らない電話。あとは特にないね。一人一人、あれがあるんか。部屋が。いいね。おー、大丈夫か？さあ、ここも入ってみる。マックデートのお部屋。特に何か、鳴らない電話。なんもないね、別に。なんもないぞ。はいよ。さあ、ここは？
何をしてるんだ。名札を取り付けてるんですよ、プライスさん。ほう。え？誰の名札？プライスじゃない？もしかして。私じゃないか？絶対そうだよな。俺のとこだよな、あれ。もうこれさ、抜け出せなくない？やめらんないよね、これ。完全に。ここでやめるなんて絶対いないじゃん。こっちは？ここに使えるものはない。あら。え、どうする？そしたら。おい、人の電話に触るなよ。ごめんなさい。あら？待て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 。どうする？どうするこれ。一回じゃあ下に戻るか。何もないもんね。ねえ、ジェニー、コーヒーが少し変わった味がするんだけど、何ですか？変な味がする。しょっぱいんだ。いたずらもう勘弁して。わかりました。確認しています。ありがとう。あら？そんで？ここで何か。あ、これはなんだ。ジェニーが電話をつなぐときに使うやつか。コードを青いプラグに挿そう。よし。で、どうすればいいんだ？え？なんかやったね、今。なんかやったぞ、プライス。これでなんかできんのか？とりあえず追っかけてみる、一回、さっきの。ここで、なんだろうなーっていう話してんでしょ？きつく閉まってる。これは変わらないんだ。しょっぱいコーヒー。は、は、は、笑えない。笑えない。笑えないね。うん、それは笑えねえわ。うん。誰だ、こんな、いたずらしやがったの。俺です。邪道にも程があるよな。おお、びっくりした。おお、びっくりした。マジかよ。やめろ、いなり。もしもし。テイナーさんからお電話です。おつなぎしますか？は？またか。たく、よろしく。ブルトンだ。こんにちは、ブルトン。テイラーです。どうしました？テイラーさん。市の高速道路を建設するのは分かりました。それを受け入れることにしました。なんだと？そうなのか。ですが、私のキャビンがどっかに移されるべきだと考えてます。あなたが必要としているのは土地で、私の家ではないからだ。今ならまだ日程を。やめろ！もう手遅れだし、金がかかりすぎる。一部費用の負担は私が。ダメだ！明日そっちに新人の子を向かわす。絶対にあんたにサインさせる。ですが、さよなら、テイラーさん。なんてクソ野郎なんだ。あら。こんな野蛮な人だったとは。うわぁ、お！何今の？何今の？びっくりした。なんだ今の？おっかねえんだけど、ちょっといきなり来るのをやめてほしい。ビビるから。ビビるから。ああ、ここも行ってみっかんじゃあ。さあ、マクデイトさんのところは何もないね。ここは何もないんだ。マクデイトさんは何もないと。ならない。あ、あれ？まだお偉いさんがどこにいるか知らない？知りません。どこにいるか知りません。わかった。あれ？わかった。どうすんだろう、これ。とりあえずさっきのしょっぱいコーヒーの金、あ、待って。二つ目開いてんじゃん。何かある？俺のコーヒーマグ？これでやんのか？コーヒーを。はい。コーヒー。もうしょっぱくないだろう。コーヒーを飲まずに通り過ぎるのは、でも、後で飲むかも。後で飲むかも。これじゃねえかよ。給水器じゃない？多分。遠慮なく。ああ、飲んだ飲んだ。え？グラスもういっぱい。マグでもいいか。え？待って、違うよな。トイレじゃないでしょ？トイレの水は飲まん。だよね。だよね。そしたら、この水、マグで何？水は健康にいいし、あと少し。あ、もう一回飲んだ。もっと、もっと飲みたい。もっと。あら。あ、これトイレに行くんじゃない？最後。破裂しそうだ。ほら。破裂しそうだ。ごくごく、ブハー。おっと、全部飲んでしまった。あ、待って、全部飲んでしまった。これさ、飲んだ状態でトイレかな？使いたいけど公衆と、あ、ダメなんだ。さあ、そしたらお姉さん、どうする？たびたび申し訳ないけどな、ジェニー。今度はどうされました？給水器の水が切れてる。あー、なるほどね。どうして？今日ボトルを取り替えたばかりなのに。知らないよ。は、はい、向かいます。これでもう一回やんのか。コード青いプラグに刺さっている。赤いプラグに刺そう。あ、来たぞ。これでいけるんか。
赤いプラグに刺すと、今度、あれだね。これだ。この人。マクデイト。マクデイトね。おい、なるほどね。読めてた、大丈夫。はい。ジョーンズさんがお待ちです。わかった、つなげろ。マクデイトだが、こちら、コーボム？久しぶりだな。まだ、新しい部屋見つけていない。出ていくのはもう少しだけ待ってくれないか？どこか、住む場所が見つかるまでもうほんの少しだけ。わがままは終わりか。俺に新しい家を探せと。お手手つないで、きっちりと導いてほしいと。もう電話するな。明日誰か片付けに送ってやる。でも本当に。さようなら。はあ、しょうもないやつだ。あの人は元から苦手だったからな。そうなんだ。今のは本当に残酷な対応だった。ああ、なるほどね。こうやってやってくんか。ってなると、あと一人だけ残ってるやん、ムーアだ。さあ、それはどうするかっていうとこなんだけど、おそらく、最後の金庫が開いてるんだろうな、これで。最後の、だよね。最後の金庫が開いてるから、これでなんかできるようになってるはず。どれどれ。雑巾で何すんだ？ああ、ほこりかぶってなんか掃除する必要はない。まあ、雑巾と言ったらば、トイレとかに使うんかな。水はもう終わったから、あとあるとすればそんなもんだよな。さあ、はい。これでトイレが詰まる、あー、なるほどね。おっと。詰まったね。なるほどね。これで、やるんか。はい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 、わかったわかった。あー、大体のことはわかったね、これで。でもこれでラストのはず。さあ、お願いします。ジェニー、トイレが詰まってる。ちょっと見てくれないか？配管工じゃないですわ。ちょっと前に清掃員を雇ったの知ってますよね。呼び出しますね。いや、いいよ。ちょうど彼に話したいことがあるんだ。ついでにトイレのことも伝える。ありがとうございます。あら。さすがに怒ってきたね。何でもかんでも私に言いやがってみたいな感じだよな。何してるんだ？名札を取り付けてるんですよ、プライスさん。あれ？この人じゃないの？清掃員さんって。どこだろう？清掃員さん。一番こっち側じゃないよね。おいおい、なんだこれは。ん？あ、なんだ？あ！あ、プライスになってる、やっぱり。プライスになってる。なんだこれは。はい。ここでおびき出して、その間に、ここに行く？ここで？なんだなんだ？ここで、え？これ一回ここで呼び出して、ここ一回これで呼び出しといて、この、向こうを向いている間に、これだ。電話の電源を切った。ああ、なるほどね。これで電話の電源を切った。そして下に行くのか。オッケーオッケー。やべえことやってんな。ほんとに。やめる日に。辞表を出す日にやべえことやってる。さっき清掃員を見たと思ったら、今度は全然見つからない。電話した方がいいかも。わかりました。電話が繋がらない。電話を切ってるみたいです。残念だ。早くトイレを直さないと。はあ、わかりました。行きます。ありがとう、ジェニー。君は最高だよ。はいはい。すごい、ジェニー。やってくれる。さあ、それではね、それで、プラグを抜き差しして赤から緑へやっていく。これでよし。じゃあ行きましょう。さあ、それでは向かってきました。ムーアのところにね、来ましたけど、これが最後になるんか否かっていうところですね。はい。さあ行ってみる。どうしたんだ、ジェニー。グッドウィンさんからのお電話です。来た、グッドウィンさん。つなげますか？つないでくれ。ムーアです。ムーアさん、こんにちは。グッドウィンです。お久しぶりですね、グッドウィンさん。調子はいかがでしょう？正直、あまり良くないわ。あまり年金支給額が多くなくて、薬は とても高くて、もっと働けばよかったのに。うわ、あとは正しい食生活をすればよかったのに。自業自得ですよ。そんなフェアじゃないですよ。夫が亡くなって、手続きや難しい法律もあって、とてもフェアじゃないと思うのです。ここまで相続税を払わないといけないなんて、きちんと書類をやらないのがいけないんですよ。法律はしっかり守らないといけないんですよ。そうですね、ムーアさん。今回のお電話ですが、もう少し時間をいただけますようお願いしたくて、今いろいろと準備をしていまして、ダメだ！法律だから妥協はできない。私にできることは何もない。そうおっしゃらずに、さようなら。クソババアメ。うわぁ、やっぱ、グッドウィンさんがやばいんですけど、その、なんだろうな、その後もなんかやっべえのいいんだけど、これ何？これなんだ？危な。さあ、じゃあ、行ってみようと。うわぁ、母上、見せてあげなさい。え？
何を？何を？何を見せるんだ？やめるってことか。どうすんだよ。父、いよいよだぞ、息子よ。よ、やめる時がついに来たんか。さあ、その、血塗られた廊下を渡って私は行く。どうでしょうか。この先へは何があるんだ。さあ、照らされる。その辺。あれ？オフィスロビー？こっからなんか行けなくなってんの。どこ行くのこれ。あ、まだなんか明かりが続いてる。グッドウィンさん。あー、グッドウィンさん。そしてなんか後ろの壁もやばいことやってるんですけど、もーっと危ないやつが、なんか出てきそうな感じ。さあ、ここはなんだ？あ、ビビるビビるビビる。なんでいきなり音止まったん？なんで音いきなり。なんだ？大丈夫かこれ。どうなってんのこれ。ドアを通り中に入った。まるで棺桶のように真っ暗だった。沈黙の中、心臓の鼓動がはっきり響く。あと、もう一歩。そして叫び声とともに電気がつく。サプライズ！バンドの演奏が始まる。いやー、やばい。風船が部屋を舞う。みんないた。上司に、ジェニーと俺の同僚が。状況を飲み込むことに、少しかかった。俺はやりきったんだ。パーティーは俺のためだ。俺の昇進祝いだ。大きく息を吸って唾を飲んだ。心の準備を。会社を辞めることを声高に叫ぶ。心の準備をした。でもその時、思いもよらぬことが。何？紫の滑らかな布がめくられて、新たに刻印された俺の名があらわになる。ら！どす黒い欲望が心の中で渦巻く。ポキンと棒切れのように、俺の心が折れる。あれは、でも昇進したんですよね。次は何が起きたんですか？あら？どうなってんのこれ。あ、昇進はしたさ。心を罪悪感に押し殺して、何年間か働き続けたよ。一口飲むか？いえ、仕事中なので。そうか。じゃあ、こちらだけ失礼してもいいかな？どうぞ、自分に。嘘をついた。大丈夫だって言い聞かせた。風船に空気を入れ続けたんだ。でも限度ってものがある。精神が壊れた。どんどん落ちていった。なんならその方が良かったのかもしれない。クビになるまで時間は差してかからなかった。生活のレベルは下げられないものだな。すぐに借金がかさんだ。すべてを失った。物件を差し押さえることになり、申し訳ありません。あら！いいかよく聞け。あんたにこんな話をしたのは、もう結構です。あんたを見てると若い頃の自分を思い出すからだ。確かに、あんたの話を聞いて動揺してないと言えば嘘になります。もう一度自分の身体について考え直してみます。人生で初めての正しい行いだ。よく考えてみてくれ。そして俺のようにならないでくれ。わかりました。しかし、本当に申し訳ありません。でも、月末には退去願います。わかってるよ。気をつけてな。うわぁ！話。きちんと聞いてくれたかな？きっと大丈夫だ。ブライス。年老いてしまったんか、私は。そして逆の立場になったんだね。コーヒーは、ガス欠、ん？ガスじゃない。これじゃ死ねない。あ！待て。おかしいと思ったんだ、初めて見た時から。なんで、瓶は空だ。もうウイスキーはない。なんでさ、死体みたいなやつが出てくるんかと思ってたんだけど、最後の金をこのショットガンに使った。うわー、最初のやつじゃないこれ。そろそろ使うべきだな。いやー、バンバン撃っても仕方ない。うわー、マジか。ちょっと待ってくれ。はい。行くとこはどこかある。ここの部屋か。入るぞ。寝室。あ、まだ使えない。ここじゃないのか。バンバン打っても仕方ない。なんかね、最初確か椅子に座ってたんだよな。
あ、椅子ある。ちょっと待って、セーブしとくか。待って、ここなんか見覚えが。自殺をするなら、ありがちなことをすべてやって、遺書を書くか。あ、なるほどね。遺書を書くんか。なるほど。いや、ここ見覚えあると思ったけど。さあ、それではここで、凹む。遺書を書くなんて凹むな。なんと書けばいいんだ。自業自得だ。あ、クソくらえ。これでいいとするか。うわー、マジでかよ。遺書書いた。遺書は書きました。あれ？違う？プライス。なんかすげえ にっこりしてる。何こいつ、怖いんだけど。なんで。じゃあこのまま進めていく。気の毒にな。大丈夫だといいんだけど。あ、やばい。やばい。音結構得るぞ、これは。エレベーターよ、早く来い。早くここから離れたいだけなんだ。うわ。うわー、おっかな。おっかな。最初からもう出てたんだね。いやー、そうだよな。あのね、これはちょっと考えさせられる部分でもあるぞ。うん。あまりにね、自分を追い込みすぎてしまうと、よからぬね、判断をしてしまう場合っていうのも、あるんですよ。やっぱり。だからね、お、グッドウィンさん。はい、待って、移動できるぞ。おぉ、ドットホラーストーリーをプレイしていただきありがとうございました。本ゲームを作っている間、コーヒーをたくさん飲みました。ドットホラーストーリーを作って、いい時間を過ごしました。すでに続編を準備しています。妻ジェニー、子供、レコとミンチャ、応援してくれてありがとう。また、兄ジュース、デバッグ感謝します。ゲームキャストを翻訳してくれた方々、とても助かりました。その方々のおかげで、複数の言語に対応できました。どうもありがとうございました。読み切れたか？今。意外に早かった。あ、これ、あ、進むスピードで変わるんか。あ、待って、グッドミンさん、幸せな、最後を迎えることが G エンド。ということで、終わった。ボタンを押してタイトルに戻る。サムライゲームズ。いやー、終わったね。いや、なんだろうな、プライスさん。やはりね、このストレスをためやすい現代社会、あまりにも自分の心に嘘をついて行動していると、どうしてもね、溜めてないなって思っても溜めてしまってる場合がね、多々あるんですよ。私もですね、病院関係の仕事をしている中で、ストレスチェックとかっていうことができるんですけど、それを通していろんな人を見てるとね、やっぱり、なんだろうな、どこの会社にも数人はいる。病んでる人。私も一回ですね、ストレスを溜めすぎて、延々と仕事を続けて、上司から理不尽なことを言われ、目が痙攣したり、耳がね、難聴になったりっていうことはあったんですよ。軽く顔面も麻痺したしね。もうそこまで行ったら完全に体が悲鳴を上げてるんで、そういう時はね、もう他のこと一切考えずに休むことを考えていいと思います。自分がいないと仕事が回らない。そう思って続けてしまう人が、特にこの日本、マジで多いんですよ。俺もそう思ってずっとやってきた。でも、このプライスさんのような選択肢を取らなくても、すべて投げ出すとね、見えてくるものがあるんですよ。だから本当に自分がやばいなって思ってきた時には、今そのストレスになることから目を背けて、別なことをね、考えてみるのもいいと思います。と、ちょっとね、仕事柄考えてしまうことがあるゲームでしたが、すごいね、いいゲームだと思います。いろいろ考えさせられる。で、続編もあるって言ってたんでね、なんかそれも楽しみですね。という感じで、今回このドットフォロワーストーリー終わっていこうと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。